はい、皆さんこんばんは、キースです。では風雲幕末伝ですね、続きから行きましょう。よろしくお願いします。4章の2日目からですね、じゃあね、いつも通りね、任務をこなしながらストーリーを進めていきたいと思います。お願いします。せい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 。よし、こんぐらいしとこうかな、今回は。よし、脱出。結構稼いだな。名聖地74か。お、結構上がった体力なんだ。群衆、刀だっけか。はい、3日目。さあ何か起きるかな。最近脱走する人間が増えているようですね。やはり不満が溜まっているのでしょうか。伊藤さんも加速してるんでしょ。影響しているのかもしれません。脱走したら幹部といえども切腹。恐怖で縛り付けても不満は溜まるものです。この新選組そのものが小さい器なのかもしれませんね。大使たちが求めているのはもっと別の組織なのかもしれません。さあ、五両絵師がそろそろ結成されるのかな。さあ、引き続きやっていきましょうか。じゃあ死がいたんですか。はあ、お、近藤さん行けるじゃん。うん、行こう。さあ、任務開始。どこにいるんだ、お前か。はっ、てや。程度どうしたらいい。局長自ら来ていいのかな。危ない。そっか、刀抜いた方がいいのか。あ、そっか、刀収めた方がいいのか。危ない。はい、あ、近藤さんの連携とかできるのかな。覚悟。よし、行け。ほら、はい。おお、すげえ。さすがゴーの剣。お、来たな、不定老師。誰だお前は。結構なご年配。討伐せよ。結構身分上の人なのかな。いねえじゃん。あ、いた。しかも水戸藩士だ。水戸藩士だね、土佐藩士。名前が水戸なだけだ、わかりにくい。ここです。お、ムカデ使いか。ここです。邪魔だなお前。ほら、オッケー、使える。オッケー、あ、くそ。オッケー、動くなお前、危ない。よし、行け、行くぜ近藤さん。ほら、来た、力技。よっ、すえすえ、さすが近藤さん。よしよし、上にはね、ゴマスとかないと。一刀流剣術発想を選択できるようになった。やった。4日目。先年、お、近藤さん。長州には幕府より討伐の軍隊が差し向けられたが、その時の長州は全面降伏を選び、戦とはならなかった。しかし、だが再び長州討伐が決定してな。それに第2次か。我らも長州尋問使に随行し、芸州に赴けとの命が片森公より下された。行きましょう。伊藤先生が向かう予定だが、君にも同行してほしい。任せてください。捕獲していた長州藩の人間を護送する。騎兵隊という部隊の総督を務めていた赤根武人という人物だ。結構大物だね。騎兵隊はね、高杉さんが作った部隊だよね、長州の。死にそうだな、休養しとこう。千草さん、いた。少しお疲れやありまへん。あ、わかりますか、やっぱり顔見たら。東道藩って
前の池田屋の事件では大怪我しはったそうですな。ああ、そうなんですね。頭をね、先生なんて呼ばれてあるし、ね、無茶しはる方なんやと思ってましたけど、額を切られたんだけど、そうやなくて真面目な方ですな。一生懸命な方やから怪我もしてしまいはるんですか。いつも先陣を切ってたんですよね。真面目だからもう先陣を切ってたのかな。体力回復、OK、全開した。よし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 。じゃあ徴収征伐に行こうかな。これか。茜武と護送。幕府の長州尋問使に同行し、捕獲された元騎兵隊総督茜武と護送せよということで、じゃ行きましょう。近藤さんも行くんだね。参りましょう。あ、伊藤さんも行くのね。オッケーオッケー。あと一人誰呼ぼうかな。近藤さんだからやっぱ沖田さんかな。さて頑張りますか。行きましょう。じゃあみんなで。さあ、待ちな。高杉さん来た。やっぱ来たな。高杉さん、新選組ですよ。そいつは相手にとって不足はねえな。茜を下がらせろ。高杉晋作と山形京介ですね。長州の中心人物と呼んでいい人間たちです。新選組を甘く見たこと後悔させてやりましょう。やるの。待って、なんで。マジか。引き渡しに行ったんじゃないの。よっしゃ、行くぜ高杉さん。ほら、やばい、ちょっと痛いねって。うっしゃ、行って、しる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 、待って、危ない、めっちゃいるじゃん。行って行って、おら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 、マジか、危ない危ない、やばい、危ない、おら危ない、おら、よしやったやった、よし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 、危ねえ。なんか技使えるぞ。よし、あと一人、ここです。こっち来て、こっち来て、みんな行くよ。よし行くよ、行くぜ3人で。おらおら来た。なんて呼ぶの。なんて呼ぶのかな。しゃがった。くそ、やるじゃねえか。危なかった。似てんな高杉さん。長州内部では実在の高杉さんにそうです。その争いに勝利したのが高杉晋作の率いる正義派を名乗る人々ですよ。その結果、今の長州は倒幕一色に染まっている。とても降伏してくるような人間には見えませんでしたね。この征伐、幕府にとって厳しいものになるのではないでしょうか。なるほどね、長州が徹底抗戦してくると。任務完了。さあ、ますます長州がね、強行してくるんでしょうね、倒幕に向けて。近藤さん撤退してんじゃないか。よく見たら、お、いろいろ覚えたぞ。やった、長州剣術正眼を教えてくれるようになりました。やった。使いにくいよね、新選組側が。長州剣術はね、なかなかですね。無意感銘。お、なんだなんだ、また伊藤さんか。よろしいかな、内密な話なのです。あ、これスカウトでしょ、どう見てもゴルエージの。私、新選組より離れ新たなる組織を作ることになりました。言っちゃっていいの、そんなこと。名目上はあくまでも分隊。昨年お隠れになった孝明天皇の領母を守るお役目を担います。来たご両親。これからが本題ですが、あなたもこの隊に加わっていただきたい。え、私に。そんな評価してくれてたの。山並先生と親しかった。彼の死以来、新選組に疑問を持っているのではありませんか。東堂君持ってんのか。加入を約束してくれています。あー、平介くん、返事をとは申しません。よくお考えになってください。では。いや、伊藤さんうまいね。山並さんは何のために。口が。そうだよね、分裂させないためにね、命張ったのにさ。